ウィルソン・シャノンはアメリカ合衆国のオハイオ州カンザス州の民主党の政治家。第14代、第16代のオハイオ州知事を務め、オハイオ州で生まれた最初の知事。第2代カンザス準州知事でもある。シャノンはオハイオ州ベルモント軍でアイルランド系移民であり、アメリカ独立戦争で戦ったジョージ・シャノンの子として生まれた。ウィルソン・シャノンの兄。 トーマス・シャノンは1826年から1827年まで連邦会員議員を任期を全うできないながらも務めた。一番上の兄、ジョージ・シャノンはルイス・クラーク探検隊の最年少のメンバーであった。オハイオ大学とパランシルバニア大学に通った後、シャノンは弁護士になって1830年に開業した。1832年に 連邦会員議員選挙に出馬するが、わずか37票差で敗れる。1838年の州知事選挙に当選するまでは、ベルモント軍で検事を務めた。彼は1840年に、ホイック党の候補者、トマス・コーウィンに再選を阻まれるが、2年後の2期目は、コーウィンを破った。シャノンは、ジョン・タイラー大統領からメキシコへの講師として、 任命され1844年4月15日に辞職。シャノンは呼び戻されるまでその地位で1年を過ごした。シャノンは1849年ゴールドラッシュのカリフォルニアに行ったが帰って1852年に連邦会員議員選挙に当選した。彼は1855年にフランクリン・ピアース大統領からカンザス準州知事として任命されるまでの一期を務めた。 ありがとうございます。